さあ回答の一例だよ。まずは新聞紙を細く丸める。細くした新聞紙同士をこんな感じで組み合わせてみたよ。ポイントは新聞を細く丸めることで折れにくくしたことだね。さらにこの三角形もポイントなんだ。四角の中を対角線で支えることでさらに強度が増すんだ。これはトラス構造といって、三角形を組み合わせることでより強度が増して軽量化が可能になるんだ。さらに強くしたい場合はセロハンテープをくるくるに何重にも巻くといいよ。ちなみにトラス構造は橋やタワーの大きな建造物や大型クレーンなどの建築機械でも使われているんだ。ガンダムを格納する G ドックもよく見るとトラス構造が使われている。みんなわかった？大きなものを軽く丈夫に作るには四角を対角線で結んだり三角を組み合わせるトラス構造が有効ということ。みんなも身の回りのトラス構造を見つけてみよう。